おはようございます。私は奈良です。大学で統計学部を勉強しました。今日は何をしていますか？私は藤井です。機械学習を使ってスポーツの分析をしています。昨日と今日でバスケットボールの研究を2つ発表しました。はい、いいです。ありがとうございます。